お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023開封動画、3回目の 後編でございます。それではね、早速9袋やっていきたいと思います。9袋じゃなかった、9パックでございます。で、前編にもねお伝えした通りですね、もうすでにねやってますので、ノーマルカードの説明はね割愛としまして、レアカードやキラーカード、シリシリのねカードのみね説明しますので、よろしくお願いいたします。まずは1袋目でございます。で、清宮幸太郎内野手のこれカードでございます。ちょっと斜めにしてるわけは、私の顔がね、映ってしまう恐れがあるので、その辺はね、ご了承ください。伊藤大海投手のキラでございます。で、野村勇輝内野手のカードでございます。2袋目でございます。でこちらですね、加藤豪介内野手のノーマルなんですけどね、こちらがねちょっと鏡張りになっております。 150cc でございます、ね、ちょこうしないとねちょっとね私の顔が映ってしまう恐れがあるので、その辺ご了承ください。でちょっとごめんなさいね、まあ、手袋してるのでねちょっとね、なかなか取りにくかったんですけどね、玉井大将投手のこちらでございます。はい、3袋目でございます。噂は直行投手のカードでございます。ポンセ投手のねキラでございます。4袋目でございます。伊藤大海投手のこれカードでございます、野村勇輝内野手のこれカードでございます。石井和成内野手のキラでございます。5袋目でございます。で加藤豪介、内野手のね、これはカードでございます。上川畑大吾内野手のこれキラでございます。
6袋目でございます。金村翔馬投手のねカードでございます。八地陽太内野手のキラでございます。7袋目でございます。加藤豪介内野手のねまたカードでございます。で中島拓也内野手のこれ、ね、キラでございます。で上川畑大吾内野手のカードでございます。8袋目でございます。で上沢直之投手のカードでございます。ちょっとね、ぼやけておりますがこの辺ご了承ください。カードでございます。で、こちらですね、江越大河外野手のこちらが、150C でございます。ちょっとねいつものカードよりはねちょっとねこういう、丸がね浮き出てる、カードでございます。で矢沢浩太投手兼外野手のこれはキラでございます。でラストの9袋目でございます。で矢沢浩太投手兼外野手のカードでございます。で最後はですね、吉田浩生投手のキラでございます。現在はねオリックスバファローズに在籍しております。以上で BBL 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023開封動画3回目後編9パック終わりたいと思います。で、今年ね最後の開封動画でございます。1年間ね、視聴いただき本当にありがとうございました。来年もですねまたね、
お金がありましたらこういった開封動画やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。なおですね、1月1日、もう年明けてからですね、ちょっと高級なプロ野球カードをね、配信予定にしますのでね、よかったらね見に来てください。よろしくお願いいたします。なおですね、サブチャンネル僕の趣味チャンネルのおまけでは料理動画や、カップラーメン、カップ焼きそば、レトルトカレーの試食動画も、やっております。またメインチャンネルの方では、メンバーシップ限定でよりマニアックな開封動画もやってますので興味のある方をぜひ見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。どうもありがとうございました。で、良いお年をお迎えください。それでは。